今日は、トータルコーディネートっていうことでちょっと話をしたいと思います。パッと見つけたこの写真なんですけども、最初は形のいいテレビボードだなと、そういうふうに思ってただ、シェアしてみたんですけども、でウェブサイトの方を見ましたらもっと奥が深いんですね。ちょっとその実例を見てみましょう。というのはですね、まずは、ただテレビボードだけではなくてですね、いわゆるトータルでコーディネートされているということなんですよね。例えばこちら左側に見えるこの書棚ですね、この棚を一つ見ても、特殊な形をしていることがわかりますね。と同時にこちらのテレビボードはホワイトとこの木目、これが木目のコンピューターになっています。でこちらもホワイトとなっていますよね。でその後どのように展開するかと言いますと、これちょっと見ていきますと、このすら影が見えてますね。ですね、この辺を見てください。これちょっと写真では小さいんですけども、こちらも木目とホワイトという組み合わせになっています。そしてこちらはホワイト、そしてこちらには木、これはもう天然木のダイニングテーブルですね。ただこれに至りましても、通常はこの、天然木の、こういう板を使うときにはどうしても足の部分も同じような、材料を使うことが多いんですね。ですけども、こちらはとにかく木目とホワイトで、こちらも木目とホワイトで、足は、モダンな感じで金物で作っていますね。これがトータルコーディネートっていう意味なんですね。ですからこのテレビボードだけではなくてですね、部屋全体をある種のイメージを、ある種のこの考え方で表しているんですね、トータルで。でホワイトとホワイト、そして一部分に木目を使うっていう、そういうコーディネートをしているんですね。はい。で、細かいところを見ていきますと、これ私もよくやるんですけども、これはもうパッと見て両開きですね。ですがこの片側だけの方にしゃくりを入れてますね。はい、これも私もよくやるんです。非常にシンプルで見え方がいいですね。でこちらの、当初のテレビボードに関しては、これはあまり説明の必要はないと思うんですけども、ただ構造的には、やはりこれだけをフロート状にしている、つまり浮かせているということはですね、やっぱり手前に下がってこないかっていう、心配が出てくるんですね。となると、これはもうお分かりの通り、こちらこうボックス状になってますよね。で何かしらの、構造を支えるためのものが入っているんだなというのが分かります。でこちらは、これダークガラスを使ってますので、こちらもガラスの裏にはうざく懐があって、こちらも同じように、何か構造を支えるような、ブラケットか何か構造材か何かを壁から出しているものと思われますね。はい、特に難しい細工ではないですね。はい、あと間接照明を入れてっていう、スタンダードな形なんですね。ですがこのように見ていくと、もうトータルでこれを意識して、コーディネートをしたんだなということが分かります。はい、これちょっと参考にしてみてください。